福岡県道300号岡垣県海線は福岡県恩賀郡岡垣町から宗方市に至る一般県道である。岡垣町北部のセリタ交差点で国道495号から分岐する。国道495号は南西部の内陸部を通るのに対し、当線は海岸沿いに北西部へと向かう。岡垣町北西にある漁村の波津を通り、 右手に、響き灘を見ながら直進し、宗方市に入る。宗方市北端部の漁村の金崎で南に向きを変えて、集落の中を通る。上八交差点で南側に、県道502号が分岐し、東道路は右折して南西に向きを変え、さつき松原と呼ばれる海沿いの松林の中を通る。さつき松原は、海水浴シーズンにおける混雑緩和のため、 毎年7月下旬から8月上旬の間は、車両通行止めとなる。さつき松原を抜け海岸から離れて強いな区間を通り、江口地区で国道495号と合流し、国道495号との重複区間となる。道の駅、胸形を経て釣り川を渡り、胸形市北西端の河野港に入り河野港にし、交差点で右折し、 国道495号から再び分かれ、北へ向きを変える。1キロメートルほど北上したところの海岸近くの交差点が終点となる。終点から100メートルほど北側の海岸の河野港、フェリーターミナルからは、大島、千島への都線が発着している。全区間片側一車線。岡垣町、宗方市北部の響き田、玄界灘沿いに付設されている県道である。 岡垣町黒崎、ありがとうございます。